おはようございます。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えします。 WHO 世界保健機関は5月26日、たとえフィリピンの規制が近いうちに緩和されたとしても自宅にいるようにという忠告をしました。特にフィリピンでは厳しい規制を3ヶ月行っているにもかかわらず、新型コロナウイルスの感染が急速に減少しているとは考えられていません。WHO 西太平洋のテクニカルオフィサーである西島武氏は、新たな感染者が増加する可能性があることを考えると、フィリピン人は家にいることや物理的な距離を取るなどの健康対策を引き続き行っていくことが重要であると述べています。感染がさらに拡大するのを防ぐために家にいることが非常に重要です。フィリピンではコミュニティ隔離が厳格に実施されていますが、新規感染者の数は急速に減少していませんと西島氏はフィリピン保健省のテレビ会議で述べています。さらに WHO の西島氏は、フィリピンの新規感染者数はある程度安定してきているように見られます。今後減少していくことを期待しています。そのためには今行っていることを継続する準備が必要だと思いますと述べています。フィリピン全国では5月27日火曜日、新規感染者が380人増えています。これも前日に引き続き300人以上と非常に多い数字となっています。そしてフィリピンの新型コロナウイルスの感染者の総数は1万5000を超えて1万5049人になっています。はい、そして死者数は18人新たに出て、死者の総数は904人となっています。回復者数は新たに94人増えて、回復者の総数は3506人となっています。下の左手に大きく出ている数字はトータルオブアクティブケースというのはですね、感染している人の中で、すでに亡くなった人とか回復した人を除いて、まだ新型コロナウイルスの検査で陽性となっている状態が続いている人の数を表します。10,639人ですね。はい、そして NCR というのはマニラ首都圏、新規感染者の 67% がこちらの NCR から出ています。そしてリージョン7というのは中部ビサヤ地方、セブヤボホールを含む地域ですね。そこからは今回は2人で新規感染者の中の 1% となっていまして、その他の地域からは90人で、これは新規感染者のうちの 24% を増えています。そして新しい項目でリパチュリエイツっていうのはあれですね、帰国した人ですね、外国から帰国した人という項目が新たに設けられていまして、そこから34人、 8% となっています。現在フィリピンには海外で働いていた労働者の方が多く戻ってきています。そちらの海外フィリピン人労働者、通称 OFW と言いますけども、 OFW の方たちの検査が現在進められていて、今後新規感染者としてもですね、多くデータとして出てくると予想されています。このように新規感染者が多くなっている中、フィリピンではマニラ首都圏を含め全国の規制の状態が5月31日までという期限があるのですが、その後6月1日からどのようになっていくのかということが注目されています。こうした中で昨日の動画でもお伝えしたんですけれども、ドテルテ大統領がですね、新型コロナウイルスのワクチンが利用可能になるまで生徒が学校に戻ることを許可しないという発言をしたんですけれども、それと異なること、つまりワクチンがなくても8月から授業を始められると保健省の大臣は発言していたんですね。まあそれについて保健省がまた説明をしました。保健省の次官は、保健省の大臣が8月にクラスを再開するといった発言と、大統領がワクチンが開発されない限り授業を再開しないといった発言には矛盾はないという説明をしました。それはですね、保健省としても大統領が述べたように、最低限の健康基準にフィリピンが達していない場合は学校の安全の確保ができないため、そういったような場合にはやはりワクチンが開発されるまでは学校を再開することはできないと補足の説明を加えています。まあ、このワクチンなしでは授業なしという発言の他に、国の中央政府と保健省との発言が食い違ったと報道されていたものが以前にもあったんですけども、それは私の YouTube の動画でも紹介しましたけれども、保健大臣が今フィリピンは第2波に来ていると言
ったんですね。でその翌日に大統領府が、いや今第2波ではなくてまだ第1波の最中にあるんだという発言をして、ここのところ保健大臣が発言したことと、その後に大統領または大統領府の報道官が発言したことが食い違っている、矛盾するというので、多くのメディアがそれを取り上げています。こうしたことが起きているため、フィリピンの議員の中には、もう保健大臣は今のフィリピンのパンデミックの対応を主導することはできていないということで、辞任した方が良いと辞任を求めている人もいます。こういった混乱の中で、フィリピンで新型コロナウイルスに感染した医療従事者は2420人となっています。このうち1163人がすでに回復をしています。そして31人の医療従事者の方が亡くなっています。ただし、フィリピン保健省の発表によりますと、5月10日以降は医療従事者の新型コロナウイルスによる死亡者は出ていないとされています。そして保健省の緊急雇用政策により、これまでに2607人の医療従事者が急遽雇用され、全国の202の病院と隔離施設に配備されているとのことです。続いてダバオ地域の情報です。まずは感染者情報、こちらです。ダバオ地域では新たに4人の新規感染者が出まして、これで感染者の総数は277人となっています。死亡者も新たに2人出て、死亡者の総数は28人となりました。そして回復者は新たに2人出て、回復者の総数は130人となっています。そしてダバオ地域全体では圧倒的にダバオ市内からの感染者が多く出ていますね。こうした中で、フィリピンダバオ市のサザンフィリピンメディカルセンター、通称 SPMC という病院があるんですけども、その病院を中心に新型コロナウイルスの感染者の対応を行っています。 SPMC では新型コロナウイルスの感染を恐れた家族の反対によって、一部の医療従事者が辞任をしているという発表をしました。 SPMC は5月26日の午後、病院では現在合計28人の医療従事者が新型コロナウイルスに感染していると発表しました。感染する恐れがあるため、一部の病院スタッフは病院を辞任することを決意したと伝えています。3月には4人の看護師、そして4月には2人の看護師が辞職をしました。ある医療従事者は、自分の子供がまだ赤ん坊であるため配偶者によって仕事の継続を反対されたとし、また他の医療従事者は高齢の両親に感染するのが不安で辞職をしたという人もいるそうです。これまでの検査結果によると、13人の医師が新型コロナウイルスの陽性となっているとのことです。そして7人の看護師、6人の事務職員も新型コロナウイルスの陽性となっているとのことです。現時点では4人が入院を続け、2人が亡くなっているとのことです。それ以外の人は退院をしているとのことです。 SPMC では空いたポストを埋めて人員を増やすために、次の職種の新規募集を行い採用したとのことです。新たに採用したのは看護師50人、医療技術者が18人、呼吸療法士が5人、放射線技師が5人、看護助手が20人、事務補佐が5人、事務の助手が6人、そして検査室の助手が1人、このように採用を行ったとのことです。しかし、これまでのところ、医療専門家、隔離施設の責任者、そして薬物治療の専門家はまだないため、ポストが空いているとのことです。はい、ここ最近の私の動画でもお伝えしていますけれども、規制がですね、フィリピン全国、または私が住んでいるダバオ市でも緩和されてきている中、感染者はまだ増え続けています。そしてダバオ市内では、今お伝えしたように医療従事者が辞職をしたりですね、新たに募集をかけたけれども、まだ集まらないポストがあるという非常に、緊迫した状態が続いています。実際私も昨日からですね、職場に車で通勤をしているんですけども、街はもう渋滞するほど車の数も戻っていますし、通りを歩いてたり、ジープニーという交通機関を待っている人も道に多く出ているようになっています。これだけ見ると一見元の街に戻ったような感覚にもなりますけれども、実際感染者は増えているので、もう外に出たらいつどこで誰が感染しているかわからないと、そういう状態になっています。ですので、フィリピン全体、日本もそうだと思いますけれども、くれぐれも油断はせずにですね、家族や知り合いの方にも呼びかけながら、十分に健康には注意をしていっていただければと思います。それではまた新たな情報が入りましたらお伝えします。私の動画ではこのように毎日フィリピンとダバオの情報についてお伝えしています。もしチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。